ラジオ授業科目案内ですこの時間は2022年度開設の教養学部社会と産業コースの専門科目の中から著作権法をご紹介します主任講師はサ作家文雄客員教授ですはじめに第一回目の講義の一部をお聞きください皆さんこんにちは著作権法の第一回目の講義です 私は担当の作家です本日の第一回目の講義では著作権制度の基本的仕組みについて説明いたします著作権法により保護されるものつまり著作権法により権利が付与される権利主体として著作権法では著作者のほかに著作隣接権者が位置づけられています著作者というのは小説家や作詞作曲家 画画家、漫画家、漫そのの他様々な著作作物を創作した人々のことです一方著作隣説権者というのは著作物その他のものを世の中に伝達する上で重要な役割を果たしていることや伝達する上での創作的な寄与が認められることなどの観点から独占的な権利が付与されている実演家やレコード制作者などを指します。 著作物やその他のものを世の中に伝える役割を担っているという観点から見ると、さまざまな人々が存在するわけですが、そのような中で、特定のものを著作権法上、著作隣接権者として位置づけて、独占的な権利を付与しています。作家先生に、科目の狙いや講義の具体的な内容について、お話を聞きました。作家先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 では、初めに、ですねこの著作権法の科目の狙い、特徴を教えていただけますでしょうか。はい。人々の創造活動は、物質的にも精神的にも生活を豊かにして、社会が発展していく上で不可欠なものですけれども、このような創造活動、そしてその成果の利用が公正に行えるためには、一定のルールが必要になります。はい、そのルールを定めているのが知的財産法ですが、その中には、 発明を保護する特許法などと並び人々の創作的な表現物を保護する著作権法というものがあります創作的な表現物には文芸的なものや学術的なものエンターテイメント分野のもの IT 産業に関連するものなど広範な分野のものがあり多くの人々の職業および日常生活に密接に関わっていますこの放送大学の講義では比較的短期間で 総合的かつ体系的に法制度の全体像が把握できるよう具体的事例を踏まえながら著作権制度の基本的事項及び今日の実際的な課題について解説いたします、はい、この15回の講義ですがどんな流れで進んでいくでしょうかはい、えー、一つの法制度を的確に学ぶ上で制度全体の構造を理解した上で 個別の事柄を学習していくことが効効率的であり、果的だ、と思います。そのため第1回目の講義では第2回目以降の講義の導入的なものとして著作権法の保護対象や権利の主体著作者などに付与されている権利の内容権利制限規定保護期間など著作権制度の基本的仕組みについて概観いたします。はい、また、 国内外における著作権制度が確立してきた歴史を解説するとともに、我が国の著作権法の今日までの制度整備の経過を概観しています。第2回目から第12回目までの11回分の講義では、著作権制度における保護対象物や権利主体、権利内容、権利制限、保護期間、権利侵害の場合の救済措置、著作権等の関連条約など、著作権制度の 基本となる事柄を順次解説していますこれらの講義により基本的な知識が身につけられると思いますそして第十三回目から第十五回目の三回の講義では情報のデジタル化・ネットワーク化の進展により著作権制度をめぐり生じてきた諸課題例えば放送番組の録画配信サービスの問題や国境を超える著作物の流通問題 インターネットサービスプロバイダーの法的責任問題動画投稿サイトなどのコンテンツ共有システムにかかる法的責任問題ハイパーリンクにかかる著作権法上の問題電子図書館などマスデジタル化をめぐる著作権制度の課題イノベーションと法制度の調和の必要性などについて解説いたします。 今回の改訂で取り入れた話題ですとか学生の皆さんに注目して聞いてほしい話題について少し詳しくご紹介いいただけますでしょうかはい、先ほどご説明いたしました通り第13回目から第15回目の講義で解説するデジタル化・ネットワーク化の進展により著作権制度をめぐり生じてきた諸課題はいずれも現代的な重要課題です。はい、緻密な 法律論も問われる側面がありますけれどもそれ以上に情報社会における大きな政策論としての性質もありますので比較的多くの方々に興味を持っていただける部分ではないかと思います、うん、まず著作物利用行為行為者の多様化・複層化という問題がありますこれは間接的侵害責任を検討するものでありやや堅苦しく感じられるかもしれませんが例えばネットユーザーが行った 著作物の違法送信などの直接的な著作物の侵害行為に対して間接的に関わっているその送信の媒介者であるプロバイダーがどのような責任を負うかという問題です。次に私的利用と業的利用の境界利用の秩序形成という問題があります。例えば自炊台工業というものがあります。これは個人の家庭で場所を占めている書籍等の紙媒体の資料を デジタルルファイル化すするる作業業外部の代行行者が行うサービスに関わる問題ですこのようなサービスは書籍等の購入者が自らデジタル化する行為を単に業者に代替させているにすぎず著作権侵害とはならない私的な利用の一つであるともいえますが他方では当該代行業者の営利目的のコピーサービス事業ともいえる問題です。技術のの進展によよりこのような 私的利用と業的利用の境界領域の様々な問題が登場しており著作者の利益に関わる問題であるとともに人々の生活の利便性にも関わる問題でもあります次に国境を越える著作物の流通に関わる問題があります、はい、音楽や映画、漫画、アニメ、ビデオゲームなど多くの著作物が国境を越えて流通して人々に利用されています、うん 現在では多くの諸国が著作権等に係る条約に加盟していますが解決しなければならない問題も少なくありません、はい、著作物が国境を超える場合ネット上で送信される場合もあれば CD や DVD D などパッケージ商品として流通する場合がありますネット上で送信される場合に違法な送信が行われるとすれば送信場所または受信場所の いいずれれのの国の著作権法によりり規律されるべきかという問題がありますまたパッケージ商品などの有袋物に固定されて輸入される場合に海賊版の違法複製物が規制されるべきことは当然としても国外でライセンスを受けて適法に作成されたものの正規の輸入ルートを通さずにいわゆる並行輸入される場合に法的に規制をすべきか否かという問題があります。 この問題は、ブランド商品に関わる商標権の分野でよく生じる問題ですが、著作権の分野でも重要な検討課題です。次に、著作物の流通に関わるインターネットサービスプロバイダーの法的責任という問題があります。はい、情報の流通において、媒介等になるプロバイダーは、ネット上の権利侵害に関わる法的課題の解決にも重要な役割が期待されています。適正な 情報の流通環境を形成するための権利者とプロバイダーとの連携・協力関係に基づく共同のための枠組みを構築していくことが重要な課題となっています次にハイパーリンクにかかる法的問題があります、はい、ハイパーリンクはインターネットにおける情報の拡散性・伝播性を支える中心的な技術の一つでありまたハイパーリンクは検索エンジンや ツイッター等の SNS が効果的にその機能を果たす上で不可欠な役割を果たしていますリンクを張る行為自体は直ちに著作権法上の問題を生じさせませんが違法にポスティングされているコンテンツにリンクを設定した場合などには法的責任を負う可能性が出てきます例えばツイートに際して他社のコンテンツを無許諾で利用した場合には当然そのツイート行為者は 権利侵害に問われますそしてこのようなツイートをさらにリツイートする場合に技術的にはこのコンテンツにリンクが設定されることになるわけですがそのリツイート行為者はどのような責任を負うべきかということも問題となります現在多くの方々が短文投稿サイトのツイッターを利用されていますがこのような SNS には法的問題が密接に関わっており、うん、また 身近にある問題だと思います、はい、最後に技術革新と法制度の技術的中立性やイノベーションと法制度の調和といった問題を取り上げています技術革新により邪気される著作権制度をめぐり多くの問題がありますけれども法制度の在り方としてどうしても後追い的に整備せざるを得ないものもありますが新しい技術に柔軟に対応して 妥当な規律をを行ううここととがができるるように法制度の技術的中立性を確保することが重要ですまた社会におけるイノベーションを実現するにあたり著作権制度が無用の規制になっているとして米国法に規定されている一般的フェアユース規定があればよいと単純に捉える論調もありますがより多面的な考察が求められることを解説しています。 ででではは先生あの、学びを進める上での注意点やアドバイスお願いい。きますか、はい。必須というわけではありませんが著作物の利用に関わる契約問題や著作権侵害に伴う損害賠償責任および刑事責任について学習する上で民法の契約法や不法行為法刑法相撲などを事前にまたは 抵抗して学習しておくことが望ましいと思います、はい、それから法律の授業ですから当然のことではありますが関係する条文を学習していただく必要があります、うん、しかし丸暗記をしていただく必要はなくどのような内容の条文があるかを理解していただきたいと思いますまた中には法律の専門家が見ても意味不明のような条文も存在していますので受講生の皆様におかれましても そのような条文に直面してもあまり気になさらないようにしていただきたいと思いますまた講義ではさまざまな裁判例が出てきますが最高裁のホームページで入手できますので興味のあるものは実際の判決文を読んでみてくださいでは先生どんな方にこの講義聞いていただきたいですかはい。まあ、これまで他の法律を学習されてきた方もまた およそ法律の学習には関わって来られなかった方もおられるとは思いますが著作権法は比較的身近にある創作的表現物の利用に関わる法律でありまた、情報社会の進展とともに今後ともその重要性は大きくなると思いますので多くの方々にこの機会に学習されることを期待しております。それででは、えー、最後にですね受講を考えている 学生の皆さんにメッセージお願いできますでしょうかはいこの講義を通じて著作物の利用と著作権法の関わりを的確に理解し仕事の上でも日常生活の中でも適切な判断ができるようにしていただきたいと思いますまた最近では著作権に関係のある時事の事件が報道されることも多くなっていますが現実社会の中で著作権をめぐり 日々生じているさまざまな課題について多面的に考察できる力を培っていただきたいと思います作家先生本日はありがとうございましたありがとうございましたお話は著作権法主任講師の作家文雄客員教授でしたなお肩書きなどは2022年1月現在のものですラジオ授業科目案内 高橋春永がお伝えしました。